さんこんばんは。はい、こんばんは。2月25日夜の10時を回ったところですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、たびたび夢大陸、今日も、素敵なシーンを皆様にご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみになってください。クリです、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、ちょっとパソコンの設定を変えてたらですね、うん、さっきベラベラ喋ってるのにみんな反応がないなと思ったら、なんとマイクが繋がってなかったという、恐ろしい生気持ちということで、本番直前やっと繋がりました。よかった、よかった。ということで今夜もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい、今日はですね、はい、僕はですね、頑張ろうと思うんですいつもより頑張ろうと思うんです、うん、じゃないと、うん、ちょっとテンションが下がっちゃうかもしれないから、うん、そうなのね。今日ね、パッとしないんだよね。パッとしないのか。そう、だからね、うん、今日はね、頑張るんだよ。分かった、うん、パッとするように。そうそう、だからあの時もちゃんと僕にちゃんとついてこなきゃダメだよ。そう、僕の名前かける気がねー。まあね、ご挨拶は元気だったみたい、よかった。うん、そうだね、あげあげていかなくちゃね。じゃね、今日ね、はっきり言ってね、楽しいところよ、うん、わーい皆さんはセカンドライフに来て、まあ、どのくらい経ってらっしゃるんでしょうか。皆さんね、来たばっかりの時にはアバターをね、うまくコントロールできなくって宿泊していた時期も終わりなのではないでしょうか。そんなね、昔を皆さんにね、思い出していただきつつですよ、初心者さんの時にそういうものを練習するところってなんか結構無機質だったりとか、なんかこう、うん、そんなに楽しくやった記憶がないんですけれど、今日ご紹介するところはですね、とっても楽しくこうアートを鑑賞したりとかしながら、そういった SL の操作法を学べるところなんですね。そうなの。だからそこで皆さんね、初心に帰って、あ、こんな風にやって習ったんだなとか思い出しながら回っていきたいと思いますので、では出発する前にですね、はい、はい、この番組のスポンサーシムの皆様をご紹介します。はい、この番組のスポンサーシムはあゆむらエリア86 SSOC 以上のシムの皆様の提供でお送りいたします。では出発したいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではですね、まずこちらの方に来てください。はい。各セクションごとに、こういったね、パネルが置いてあるんですよ。このロボットくんもちょっとロボットパネルみたいになってて可愛いでしょ？うん。ここ1枚目のところには、Follow the path って書いてあって、でこれはこう矢印がずっとこうね、この道に従ってずっと行ってくださいねっていうんですけど、まずこの矢印にこう沿って進んでいくには、キーをどれを使うかっていう説明がまだ出て忘れてる。そう、随分素敵なところから、うん、いや、そうなのよ、矢印でっていうところと WASD っていうところと、うん、ね、あとはね、ツールバーの中にこの人が歩く形がついてるので、それでも行きますよっていうことが出てて、うん、本当に本当に初心者の方に優しい感じなんですよ。へー、うん、でここのところの、クエスチョンマークがついてるところをクリックすると、ここの、SIM にいらしてようこそっていうご挨拶のノートカードがいただけたりするんですけれども、はい、うん、というわけで、うん、進んでみましょうね。これね、説明とかは英語なんですけれども、ただこれからこう中を見ていくと分かるんですけど、言葉関係なく楽しいです。進めなくなっちゃったんだけど、え、
充電切れ、充電切れと呼びますね。切れ人のやつをね、人ごとのやつを押してボタンを押したら進まなくなってた、うん、あー、はい、どうぞ。はい、これで動けるようになったかな。動けた、動けた。オッケー、オッケー。なんだどうしたんだろうね。わかんないけど、頑張るぞ、うん、はい、頑張ってみましょう。じゃあ進んでみますよ。そうすると、まず最初はここ、うん、ストップ矢印のところ止まってね、はいはいはい、気にも聞かないでね。それでパネルを見て、あ、そう、 Reach for the stars、 お星様に手を伸ばしてみようって書いてあるの、うん、でこれでジャンプの練習をするんですよ、うん、そうそうそう。だからページアップを押すか E を押すかするとジャンプできるじゃない、うん、だからそのジャンプを練習するんだけど、そう、みんなジャンプして上手上手。それでジャンプをしてこの空間の中にこう浮かんでいるいろんなお星様みたいなオブジェクトがあるでしょ、うん、それをね頭でジャンプしてポンポンって触ってみてください。そんなに起こるでしょう。見てるのみんなね。あ、綺麗。全部それぞれ違ったものが出てくるのよ。ほらほら、見えるかな。あらら、綺麗だわ。でしょ。うわ、綺麗、綺麗でしょ。わ、目の前が、目の前びっくりした。なにこれ。画像ではね、すごいびっくりしてて。わお。ね、だからジャンプの練習なんだけど、うん、すごく飛ぶと綺麗なものができるわけ。これね、各こう練習するこのセクションごとっていうのかな、区画ごとに、うん、SL の中で有名なね、あのアーティストさんが各パーツを受け持って作ってらっしゃるんですよ。だからちょっと一味違うでしょ、この周り。なんか違うね。ね、なんかやってて楽しいでしょ。いいなんか練習しててもなんか一生懸命飛んで、うん、まあみんなは簡単に飛べちゃうから雲、ね、苦労しないけど、でもなんか全然こうやってても楽しいなっていう雰囲気が伝わってきて、水の上をジャバジャバするんだね。あ、そうそうそう。あ、本当だ、水が、本当だ本当だ、水しぶきが、うん、音もするしね、ジャバ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 って、うんうん、うんうんうん、そうそう。で結構ね、だから部屋のあっちこっちを見ないとなんか面白いことが起きるかもよっていうことなの。なるほど。仕掛けがしてあるのよ。私がニュービーだった時は確かメルティングドッツだったな。矢印の方向に進んでって、やっぱりジャンプとか、うんうん、あれこれ書いてあったような気がする。そうかそうか、うん、こういう楽しそうなものなかったな。ちょっとこれ楽しいよね。うん、通路に沿って通そうだもんね、うん、はい、じゃあ次行きます。はい、今ね Take a closer look って書いてあるんだけど、これはカメラをコントロールする、うん、術を学ぼうということ で、うん、で結構難しいんですよ。あのここにあのパネルを見るとね、あの皆様はもう知っていると思うんだけど、オルトキーを使って、うん、それで、マウスの左クリックをしながらものをこう見る、うん、とかあるじゃないですか、うん、であとはなんかこうタッチしてこう、うん、蓋を開くとか、あ、これ今開かれちゃってるけど、ちょっと閉めようかな。あの、うん、ここのね中にスカンクくんが隠れてるの見える？だからカメラコントロールだけを使って中のスカンクくんを見てみようとか、うん、あとここにほらパイプがあるでしょ、ここに、私のここ、うん、このパイプのところを蓋を開けてクリックして、で中をどん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 カメラで進んでいくと何が見えるかなっていう。へー、私これコントロールキーを押しながら、これね、あのカメラさんがね、なかった。え、嘘、本当、マジマジマジ知らなかった知らなかった、マジで知りませんでした。今カメラさんが私たちの代わりになんかほら、うん、すごいすごいでしょ、うん、すごい。で、そうそうそう、あの鈴見さんかキリギリさんかこういたりとか、うん、あれ、これ見えない、奥にいるのは実はね、ゴッキーちゃんみたいに見えるの。セミにも見えるんだけど、でもゴッキーちゃんか。あ、すごい細いところまで入ってくるんだね。そうそうそう、まだあるんだ。そう、まだあるの。すごいでしょ。
ほい。ほら、その奥にまた部屋があるのよ。おお、すげえ。あ、でもなんか何これ、全部すごい綺麗な感じの、なんかアーティスティックな感じでしょ。これすごい有名なアーティストなんですよ。あー、すごい。え、ここ入っていけないんだよね。入っていけないの、カメラでしか見るだけしかいけないんだよね。そうなの、うんうん。あらららら、ちょっと何、素敵じゃない、すごいでしょ。うん、ね、だからこれカメラを上手に使えるようになると、この奥の方まで見ることができるんですよっていう。あー、すごい。奥の部屋とかすごい素敵なんですよ。素敵よね。うん、行きたくなっちゃうよね。だけど、そう、カメラでしか行かれないの。そうなの、これカメラの練習だから。そう、行きたいんだよ。あー、多分ね、ダブルクリックテレポートできますよ。たけるくんだったら行かれるかもよ。行ってみます。ちょっと待って、一番奥の部屋に、一番奥の部屋に行くには、うん、どうすればいける？一番奥の部屋に行って何か物に座るか、ダブルクリックテレポートの設定してあると行けるけど。ダブルクリックテレポートの設定しません。ああ、じゃあね。簡単にできますよ。しますよ。いいです。いいですよね。はーい。はい。まあ一応ここ基本はカメラを使ってみましょうというコーナーなので。あ、スカンク？これ、そうそうそう、スカンクがね。このスカンク変な顔してるよね。変な顔、可愛い顔じゃない？とぼけた顔してんの。とぼけた、スカンクってこんな顔してる。可愛いじゃない、だけどなんか。まあまあまあね。スカンクのピュンって緑のポヨヨヨンを出してる。おなら？おなら？そうだ、なんかね。おならしてんだ。そうね、そうね。そうね、そうね、うん、あ、そうね、そうね。カメラで聞いてるの、はい、うん、そうそうそう、これはカメラの練習するとこなの。なるほどね、うん、難しい難しい。ゴキブリみたいなのは見えた。あ、セミじゃない、これ。セミ、セミっぽいよね。セミっぽいよね、これ。私もね、セミかと思って、でも口側に回るとセミの特徴のあの口はないのよね。ゴキブリじゃない、これ。セミっぽい、ゴキブリですよ。でもなんか背中から見てるときってなんかゴキブリっぽいのよね。そうそうそう、ちょっとゾッとするね、ゾッと。うん、綺麗なゴキブリですよ。綺麗なゴキブリ。あー、でもすごい、こんなとこまで覗けるようになった、すごい。私、あ、私、私今更すごい、うん、今更すごい、超超、まさにここでオリエンテーション。そうね、そう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 、そうね。でもさ、自分なりの操作法っていうのに慣れちゃうと、うん、なんかそれで十分になっちゃってると、うん、確かに使わないかもしれないもんね。ポルトキーを使うのは知ってたけど、うん、これにコントロールをプラスするということは知らなかった。うん、オリー先輩、そこから出てくるのって映らないんだよね。そう、あのね、ここ区画ごとに全部ね、あの切れてて、で、シークレットモードになってるの。だから、隣の区画で誰かがなんか練習していたとしても、うん、それはお互いに見えないから、なるほどね、失敗しても大丈夫ってこと。そうそうそう、恥ずかしくないのよ。うん、いいことだ。いいことだ、いいことだ。でね、次はね、うん、あの、さっきはジャンプだったんだけど、今度は飛行の練習なんですけどね。はい。で、ここから、まあ、最終的にはあの上の方に出口があるので、そっちの方に行くんだけど、うん、上を見るとクラゲがね、泳いでるんだ。うんうん。だからあれを追っかけてみるとか、あれがね、すっごい速いのよ。近づくと飛んで逃げるのよ。うんうんうん。だから皆さん飛んでみて、で各セクションごとにね、アーティストの説明が出てたりするんですけど、うん、この場合だったらここの、 あの下のところに、あのグリーフグレイブスさんっていう名前が出てるんですけど、そこをタッチするとこのここのアーティストさんのね、あの説明が出てくるんですけど、あの音楽が流れてたりとか、この中で、あと壁に沿ったツタのところとかがなんかスピーカーになってたりとかするんですって。うん。だから、まあ下に降り、まあ飛ばなくてまずね、下に降りて、なんかこう音楽が聞こえたりするんですよ。うん、それぞれの近くに行くと、それで、川の音が聞こえるんだけど、聞こえるかな？どうかな？あ、そのサウンドをちょっと聞いてある。ああ、そうかそうか。私もね、放送中サウンド切ってるんですけど、うん、うんうん、そう、でもちょっとサウンドを出してもらうと
こう水が流れる音がしたりとかいいよねするんだけど、これがねリアルでねの釜の音がなんかこう少し時差があるけれどそれで送られてきたりとかしてるみたいなんですよ説明、うん、だからまあここ私たち今地上歩いてますけど、あの飛ぶ練習をしてみましょうここで、うんうんうん、はい、飛んでるよ、あもう飛んでるのか、そっかそっか、なかなか俺のさちゃんと後ろのさ、うん、ジェット噴射あんまり見てくれないけど俺のジェット噴射かっこいいんだよ、あそっか、じゃあジェット噴射見ましょう、ちゃんと見てジェット噴射、これよっしゃ寄ってくる、寄ってきた珍しい、さあかっこいいでしょ、あかっこいい本当だ、すごいちゃんとジェットが出てきた、うん、うんうん、飛べるっていいよね、そうね、うん、SL ならではですよ、いいよね、うん、そう飛んでいきたいよね、うんうん、そうそうそう、この中で浮遊しているものを、いろんなところに行ってみたいよね、クラゲみたいクラゲみたい、このクラゲ綺麗でしょ、でもうん、綺麗、これ綺麗だね、オーロラカラーだよ、クラゲ、おい、クラゲいい、イエイ、オパールかね、すごい綺麗、うん、おーい、イエイ、これは触ってもらって、だからこれは一応水の中の設定じゃない、クラゲもいるし、なんか水の音が聞こえたりとかもするし、うんうん、でここで練習しましたらですね、あの上の方のエリアに、何これ、ここだな、ここだな、何かある、これなんかタッチできるんだけど、何、タッチできる、タッチよいしょ、タッチ何もできない、うん、タッチマーク出るよね。タッチするとね、なんか音が変わったりもあるんですよ。スピーカーとか置いてある。革のな音が変わったりとかするのもあるって聞いたんだけど、ちょっと焦燥消しちゃってあるからごめんなさいだけど。よし。上に入れて行くの？はい、行きます。矢印の上のところに上がります。スクリーが入ってるだけだって今の。うん、はい。よいしょ。あ、全然違う感じだわ。ここね。ここは、可愛い動物がいっぱいいるんだけど。うん。あ、植物園って感じだけど。そう、これまた、だから、アーティストさんのテイストでガラッと変わるんだけど。うん、全然変わる。すごいね。うん、あ、本当だ、なんか。ここはなんか動物園みたいになってるけど。隠れてる。うん。各動物をクリックすると、うん、あ、またほら、さっきのスカンクくんがいるでしょ、ここに。この人が作ったスカンクなんでしょ、きっとね。何がいい？かわいい。そう、それだから動物をクリックしてみて、そうすると喋ってくるからっていうことなんですよ。ほら。だからクリックするために、例えばこのアリゲーターくんだとしたら、うん、あなたに向かってこう笑いかけてますよとか、うん、それでライオンさんはクリックされると喜びますよとか、こうやってやって、何？チャットの練習？こういうふうにやって字が出てくるんですよとか。うん、ブサイクだな。それでさっきディレクターが言ったんだけど、うん、ここに食虫植物がいるんです。あら、あそこになんかボールがあるわ。そう。私、そう、feed me、これオードリーちゃんなんだって。オードリーなんだ。うん。ちょっとしいの。あ、していいよ。食べられちゃうだけだから。あれ？やめてー！入った、入った。やめてー！そうそうそう。パックンフラワー。うん、なんかでもなんか、ね、人間アバターだとね、なんかもっと、すごい叫び声が聞こえないでも。叫び声って。人間アバターやってる。人間アバター。はい、アリン先輩どうぞ。はい、じゃあ行きます。ほら、顔突っ込んじゃう感じで本当に食べられてる感じが。あ、栄養が効いてる、栄養が効いてる。でも足バタバタやってるよ、足バタバタ、足バタバタやってる、見えない、見えないの、うん、あ、本当？うん、栄養切らないと、栄養切らない、はい、あまりに見えてない、あ、そっか、みんなに見えないんだね、そうそうそう、あらららららら、また
また絵を切った、はい、絵を切った、切った、切ったよ。めっちゃ絵を切ってるよ。ほんとね、なんでだろう。なんだろうね。うん。動かなくなっちゃった。ああ、じゃあ降りたら私と交代しましょうか。はーい。あ、今大丈夫かな。今大丈夫みたい。あ、今大丈夫みたい。こんな大股大きいやで。あったったら。助けて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 。そんな時はね、人のことなんて考えたらないわみたいな。そうね、なんかあれだよね、うん、助けられる気がしないよねどういうこと助けられる、言われても助けられる気がしない感じがする。 あまりにしっかり食べられちゃってるから無理な感じ。うん、そうね。なんかむしろアリン先輩が食べられてるうちにその先に行きましょうみたいな。いや、いとそうか、たけるくんはそういう人だったんだな。その時に損傷が出るな。ああ、なるほどね。あのね、でもちょっと早いんだけど、この辺です。あの広い場所がね、なかなかないので、うん、インフォメーションしようかなと思ったんですよ。後ろがすごく綺麗だから。はい、いいですよ。いいですか？どうぞ。先にインフォメーションさせていただいて。はい、どうぞどうぞ。じゃあこの位置でね、ちょっと今準備しますね。じゃあ、この動物かわいいよね。ねえ、ですよね。ジャバジャバ言う、ジャバジャバ。ジャバジャバ言ってる、すごく。カバがブサイクだな。カバの上に鳥が止まってる。あ、ほんとだ、かわいい。かわいい鳥が止まってるね。ちっこいのが止まってるよ。なんかね、しっかり見るとね、いろんな細かいところの細工を見ていただくとすごく凝ってるのがお分かりになると思います。はい、いいかな。おー、すごいな。ではですね、はい、私の方の準備ができましたので、はい、先にインフォメーションに行きたいと思います。はい、じゃあ、たけるくんもどうぞ。いつもの定位置に。はい。はい、大丈夫かな？大丈夫ですよ。え、上上がってこないの？下にいるの？大丈夫ですか？下がってて大丈夫ですよ。あ、わかりました。はい。では、たびたび夢大陸、スポンサーセムからの今週のインフォメーションをご紹介します。はい。じゃあ、いきますよ。まず最初は、あゆむらからです。4月オープンを目指して開発中の J サポ島の現在をお伝えします。はい。旧名、あゆむらシム群の改装、再開発が進み、日本人初心者支援センター、J サポ島となってのオープンが、いよいよあと1ヶ月と迫ってきました。作業は、シムの開発工事や、サイト準備など連日夜遅くまで行われています。うん、シム内をめぐる高速鉄道をはじめ、アイテムの取り出しや製作ができる大型サンドボックスがすでにテスト的に運用されているのに加え、着替えや用紙編集などに利用できる完全個室のスカイボックスのごめんなさい完全個室のスカイボックスのテスト運用もスタートしています。J サポ島の西側の海岸に建築された建物は、一見普通の住居のように見えますが、なんとこの建物が上空700メートルまで一気に上昇して、夜は星空を眺めながらのプライベート区画としてご利用いただけます。すごいね。稼働するのね。ボンって上がってくるのね。うん、そう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 。へー。ね。マイホームも持たずに、洋服の着替えや用紙の編集などにお困りの方など、現在、1号機、2号機は20分間、うん、3号機から5号機は30分間無料でご利用いただけます。ね。入り口のカーテンをタッチして中に入ると、屋根も広くて、意外と広い空間なんですって。入るのこれ。って中には入ん、え、今もうだから稼働してるんですって。っていうことはそこに行けるんだ。で、なんかエレベーターのようにそんなに早すぎず上がっていきますって。
そうそう、ああいうふうにフワン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 っていくのね。うん、ディレクターが試してみたらそんなに速くなく、うん、ちょうどいい長さ、ちょうどいいスピードで上がっていくっていうことですね。で、コードなんですけど、そう、中央にある座席に座るとお好みの高さを選べるダイアログが出てきますので、うん、コードは自由に選択できるんです。コードを選択すると、うん、その高さまで一気に上昇できます、うん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 、で、この建物の上昇中と下降中はシッとしたままで、うん、で、希望のコードに到着して停止しましたら立ち上がって、うん、着替えだとか、うん、用紙編集などを安心して行うことができます。なるほど。うん、気が付いてますよね。よく考えてるね。ね、いいよね、これね。すごいね。初心者さんなんか本当楽しいし、うん、と同時に景色の上の方も見えるし、プライバシーもあるし、うん、すごいですよね。うん、いいね。で、作業が終わって戻るときはもう一度座席にセットして終了のボタンを選んでいただければ地上に戻ることができます、うんうんうん、また利用時間が終了になると自動でアナウンスがあり、うん、ゆっくり地上に降下します、うんうん、ね、だからほら、うんうんうん、スカイボックスだと決まった位置にあるけれど、この場合はその人が選んだコードにあるので、なおさらプライバシーが頼まれた、何ちゃんとしてるってことですよね。覗きの人とかが特定しにくいって、うん、なるほど。まあ覗きいないことを祈りますけどね。まあね、覗かれにくいってことですね、うん、うんうんうん、そう。それでね、各エリアには、うん、初めての方にもエリア内の場所が分かりやすいように SIM 内各地に案内表示が設置されています。あとその他開発中のエリアとしまして、うん、スキンやヘアなど日本人らしい容姿や基本操作などを紹介するビギナーズセンター、うんうん、バーチャルワールドでの生活の楽しみ方を体験できる初心者用住居スペース、うん、そして一年中ココナッツ気分が味わえるマリンリゾート湘南ビーチなどの工事が急ピッチで進められています、うんうんうん、ね、楽しそうですよね。うんうんうん、でですよ、はい、あゆみさんからのメッセージもお届けします、はい、今回初心者支援センターを始めるにあたって想像以上にたくさんの方からご支援をいただき嬉しく思っております、うんうん、毎日 SIM の開発を楽しみに足を運んでいただいている方も少なくはありません、うん、今までのあゆむらという一つのコミュニティではできなかったこと、グループという概念を捨ててさらなる大きな目標に向かって進んでいきたいと思っています、うん、今後ともどうぞよろしくお願いしますとのことでした。よろしくお願いします、ね、とっても楽しみですよね、うん、楽しいよね、うん、こちら J サポートホームページの URL は空豆ブログ内にあります、うん、あゆむら公式ブログあゆむらで会いましょうからもご確認いただけます。うんうんうん、4月の正式運用開始に向けての準備期間の最新の情報がこちらのブログからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。これできたらいかなきゃなんだね。あ、本当にそうですよね、うん、うんうんうん、また遊びに行かせていただきたいですね。うんうんうん、なんか初心者に優しくってとってもいいですね、うん、そうだね。うん、この人よく出てるね。あ、ロボットさんですか？ロボットさん。あ、最近のセカンドライフって入った時の初期アバターがたくさん種類あるんですけど、うん、もしかしたらその中のロボットさんかもしれないですね。初心者支援ということでしたらね。うんうんうん。あ、たけちゃんはロボットだからライバルとして感じてるんですか？まあまあまあ、叶わないけどね、僕には。ああ、僕には叶わないのか。僕が叶わないんじゃなくてね。じゃないね。ははは。なるほどね。タケルチタニウムに勝てるものはない。あ、でも足の長さ負けてるっていうことじゃないですか、今。足の長さとかそういうの重要じゃないと思うんだ。ああ、そういうの重要じゃないのね。重要じゃないと思うんだ。なるほどね。うん。わかった。ロボットの機能と
としてはね、たけるくんが最高だっていうことですね。そう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 、はい。お手紙拝見さ、お手紙拝見ね、はい、わ、うん、かりました、うん、では以上あゆむらから の, こうあのインフォメーションでしたが、では次に行きたいと思います。はい、はい、次はエリア86恒例の新作フリーウェポンと合わせて配布のフリーのアウトフィット、はい、今週配布開始されたアイテムについてのご情報をお届けします。はい、フリーガンはこちら、あら、86カスタム05、うん、A と B の2タイプが同時に配布開始されています。うんうん、ミーさんが今のフリーガンを作り始めたのはちょうど去年の春から、うん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 、というわけで3月いっぱいにかけてはその記念の意味も含めいくつかカスタムモデルを出していく予定だそうです。なるほどね。うん、今回のカスタム50505は、うん、ゲームのバイオハザードの中に登場していましたレオンモデルという銃がモデルになっているんですけれども、うんうん、先日エリア86で結婚式を挙げられた新郎さんへの記念モデルとしてこちらの変則バージョンをプレゼントしているということで、その新郎版記念モデルともいえる銃です。はい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 、ラバーグリップのバージョンが A タイプ、うん、木目グリップのバージョンが B タイプ、うんうんうん、グリップ以外に引き金が外見の大きな相違点となっています。あ、そうだね、うん、ですね、うんうんうん、そしてですね、はい、スタンスとマウスのアニメーションもそれぞれまた少しずつ変えてあります。うんうんうん、今回のホルスタースタイルはケースはなく、うんうん、ズボンの後ろに突っ込んで抜くスタイルになっています。なるほど、うん、そして、うん、合わせて配布のアウトフィットはこちら、うん、サテン生地風のホワイトとブラックのパンツと、うん、綿の生地風、綿生地風のシャツのセットです、うん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 、いずれも女性用となります。残念でした、女性用でした、残念でした。はい、フリーアイテム上、あ、ごめんなさい、フリー銃の配布場所なんですけれども、はい、エリア86 L シムの駐車場、うん、お洋服はエリア86 Z シム地上のショッピングゾーンに設置されています、うんうん、フリーアイテム情報などエリア86の最新情報は SL 内グループのほか、そら豆ブログ内にありますエリア86オーナー、うん、ラブミーさんのブログラブのつぶやき2からもご参照いただけます。うん、ということで今日のたびたびイメ大陸スポンサーシムインフォメーションでした。なるほどね。はい、ありがとうございます。ラブのつぶやき1も見てみたわよ。ああ、そうね。うん、ラブのつぶやきっていうだけだったのかな、タイトル。今、うん、2ですもんね。今2だよね。そう、2ですよね。うんうんうん、そちらからご参照いただけますので、皆さんぜひ見てみてくださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、なるほどな、ね、そこもね、初心者に優しいですよね。そうだね。今日ね、本当にあゆみさんのあゆむらさんもエリア86さんも両方ともあの初心者に優しい情報ですよね。そうだから、みんな、せっかく皆さんね、そういう場所を提供してくださってるし、そういうギフトとかね、プレゼントフリーのものを配ってくださってるわけで、それ も,、うん、もう本当に質が高いもんじゃないですか。だからね、うん、SL 始めたばかりの方、ぜひ行ってみるといいんじゃないかなと思いますよ。思います、思います。で、君は何やってんの？あら、すっかり、ラジオンと先輩が仲良くなってました。なんかなんかなんか猫みたい。なんだ、オスだったら何でもいいのか。いや何をおっしゃいますか。何でもいいのか。いい感じでね、猫が死んじゃって寂しいんですよ。猫に見えるものはね、何でも可愛かったりするんですよ。あ、なるほどね。うん、はははは、まあ気持ちはわかりますね。可愛いんだもん、うんうん。でもライオンのオスはぐうたらよ、だってディレクターが。そうな
確かにね、うん、ハリーはメスがするんだっけ。そうなの。ハリー、メスが狩りすんの。あ、そうなんだって、オスは食べるだけらしい。あらら、相当グータラね、強いんじゃないんだ。やるときやるんじゃないの。そうね、メスが頑張って取って、メスは、メスが頑張って狩りをして、オスはいいところだけを食べるんだって。うん、育てもしなきゃいけないしね。ねえ、メスは大変よね。やつってやるんだよ。いいよね、オスって。いいよね、オスってね。はい。縄張り争いはオスなんだ。なるほどね。そういう時は頑張るんだね、オスもね。喧嘩だけはいいんだね。うん、そうかそうかそう。大事なことだな。そうね。じゃあ次に行くわよん。また全然違う感じだわ。そうそうそう、また違う感じだわ。あ、今度はカメが。ここはなんとね、Have a seat って書いてあるんですけど、どうぞおかけになって。なるほど。あと get up で立ち上がってっていうことなの。あ、大きな椅子。だからこの中のあちこちに座れるものがあるね。だからちょっと待って、どこにいる。ちょっとカメラさんが、だから、あ、たじゃあたけるくんをまず。気持ちよさそう。アリン先輩はね、ベッドに行ってますよ、ベッドに。ベッド、そうなんですこれ。でっかい部屋だね、これ。ベッドはね、端から登ってですよ。枕クリックです。端から登るんだ。はい。まさかの、サントリー大陸が始まって、初めてのベッドシーン。どうぞ、あ、ここからよ。ここからよ。え？ここでもう登っていけるから、こうやって。あ、歩けなくなっちゃった。よっ、本当だ本当だ。あー、見た、歩けた。なんかポンポンするんですけど、この上。なるなるなる。なる、面白い。子供の頃よくやったよね、これね。枕クリックで寝れるんですよ。面白い面白い。すごい、なんかタケル君よく飛んでない。枕クリックすると、やって寝れる。イエーイ。なんか子供がね、たけるくんみたいな子が、イエーイ、ね、イエーイ、くんかわいい。あんなビヨンビヨン飛んでるよ。おかしい。イエーイ。そう、そうやってスタントをすると立ち上がりますよっていう、この練習をするとこですよ。イエーイ、楽しい。ほっといてもぴょんぴょん飛ぶ。そう、何もしないでも飛ぶのよね。すごい、これ。で、この辺がここに座れるものがあるんだけど、じゃあ、じゃあまずはですね、この隣のカメさんのところで来て来て来て、まず待って、みんな息切れする勢いで大丈夫。ああ、やっと、ねえねえねえ、これ見て見て、カメの以外にちっちゃい魚がぷよぷよ浮いてるでしょ。アイスクリームかと思ったら、あ、誰かクリックしたでしょ。これクリックして座ろうとすると大きくなるの。あ、本当だ。うわ、大きくするとちょっと気持ち悪い。ちょっとグロい。面白くない。でも座ろうとすると大きくなるっていうのが、なんか自分のアバターが縮んだような気がする。あ、乗れた乗れた。そう。で、亀にも乗れるし。亀いいな。亀に。竜宮城のお姫様。亀に乗ったよ。だからこの部屋結構あちこち乗れるものが楽しいのよ。うん。いろんなものがあるね。うん。なんかいろいろあるんじゃないのこれ。あそこのやつは何だい？入り口のところのアメーバと一緒に踊ろうっていうのもやってみてほしい。アメーバ？アメーバと一緒に踊ろう？うん。どれ？こっち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 。これここここここれこれ。ああ、これか。うん。これ玉？そう。はい。ブク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 って音がしてるんでしょ。おおおお、飛ばされた。先輩も飛ばされた。どこだ？飛ばされた。壁に。だからなんかこう見た目よりアバターが入ってみると、うん、あの随分角が本当に全部大きいのよね。なんかグリーニーズの昔のシム行ったみたいな。すごいこれ。おー。
ニオくん大丈夫かな。ね。そう。でスタンドして、はい。そう。それでそのまま歩いてくると出られますよ。うん。うん。はい。面白いでしょ。面白いとこは。じゃあアリン先輩はここにある、うん、臭いソックスの上。はい。何それ。待って、臭い匂いが出てるんだもん。ほら、本当に匂いにやられちゃった。出てきた。倒れた。臭いソックスおかしいでしょ。うん、ね。あとはテーブルの上に置いてあるところにもいろいろ座るとこがあるので、うん、遊んでみて。本当。匂いがついちゃったかも。匂いがついちゃったかも。ついちゃったかも。なんかシットマークが出るところを探していろいろクリックして、うん、座ったり立ったりする練習すると面白いよ。ここ見て。どこ行ったっけ。本棚、本棚。あ、本当だ。あ、なんか可愛い。そこにずっといてもいいみたい。ずっといてもいいみたい。お姉ちゃんがみたい。いや、その家具の一部って感じ。そうそう、なんか似合ってるよね。置物になった。うん、似合ってる。うん、ブックスタンドって感じ。ロボット型ブックスタンド。おかしい。ね。すごいな。ひそかにね、あのね、お魚さんがね、うん、あ、座ると揺れるね、椅子がね。そうだね。引き出しがね、タイムマシーンになってんだって。まあ、なっていないって、なっていないだって。これはドラえもんだよ。でもそれおかしい、その椅子の動きが。でね、このゴミ箱の裏に密かにね、隠れてるのよ。お魚くんが動かないで。本当だ。本当だ。青いのがいた。わ、うん、今のわっていうの、すごくリアルだった。なんか座ったり立ったりの練習も、これ苦じゃないじゃない。面白いじゃない、なんか。面白い、面白い。ね。なんか SL ってあれだもんね、なんだろう、ちょっと座ってお話ししようってことになるもんね。あ、なるなるなる。で、なんかさ、SL 中なのになんかずっと立ってると、うん、座ればとかね。そうそうそう、座った方が落ち着くという。座った方が落ち着くとか言われるもんね。そう、机の上に座れました。そうそう、え、机のどこ？シットオンデスク、ライトの下に、ね、あ、ほんとだ。あ、なんか可愛い座り方してる。3人座れるよん。かわいいね、なんか座り方が。座れるよ、すごい座ろう。あ、なんか怖い座り方になった、なんかくるっと、なんか怖くない？それはあれがな、ちっちゃい子用かな。タイニーかも、なんか丸まったもん。そうそう、タイニーって書いてある、シットオンデスク、タイニー。通りでね。そっちがだけ行くよ。タケちゃんがそっちでいいんだ。私がこっちだ。ね。うんうん。ちょうどさ、なかなかいい絵じゃないですか、これ。ね、いい絵だね、これね。うん、ブログ用に写真でも撮っとこうかな。そうですね、ブログね。そう、いい感じ、いい感じ。うんうん、うん、はい。というわけで、立ったり座ったりの練習がしたらまた次行ってみましょうかね。面白いね、こういうところでさ、うん、やろうとさ、苦じゃない？最初にこうね、曲がったセカンドライフじゃない。まっすぐなセカンドライフ。そうね。楽しめるね。めちゃめちゃまっすぐよね。そうそうそう、うん。あそこのコンセントとかあるけど座れないのかな。あ、やっぱりコンセントも座れるんだ。うん、すごい。消えた。あ、ほら、ほらほら。刺さってる。ビリビリしちゃってる。刺さってるよ、感電。ビリビリしちゃってる。面白い、これ。私も行きた。私立ってあげる。はい、どうぞ。あ、座っただけか。もうみんな順番にやってください。はい、じゃあどうぞ。そのマークが出たからさ、2人で行けるんだと思った。あ、これ電気がついて、これも座れたりするのか。面白い。なんかまだね、いろいろと触っちゃうよね、シットマーク探して、面白い、面白い。数が大きいから自分もちっちゃくなったみたいな。なんかね、ほら、コンセント煙出てる、焦げた後の。マグロキッズみたい。すごい。好きね、それも。そう、たけるくんは充電ってことでいいかもしれないですよ。うん。これ、ね、ちゃんと煙出るとこがすごい。たけるくんは乾電じゃなくて充電なわけ。そうね、充電ね。私たちは乾電になっちゃうけどね。うんうん。そう。
はい。面白いわ。面白いわね。なんか飽きないわ。はい。で、何回もやるともう学習しない子たちねっていうあのあれが出てましたよ、チャットが。あ、本当？うん。They never learn って出てる。あ、本当だ本当だ。うん。もうダメでしょってね。なるほどね。そう。面白いね。うん。何？じゅうたん。じゅうたんに座れた？床に座る。床に座る。おう。じゃあ行きますよ、次に。いいですか？はい。はい。では、今度はこちらです。はい。じゃん。ここからちょっと外が見えたりとかして。ああ、なんかすごい。うん。ね。ドーム状になってる。ドーム状になってる。これからね。綺麗だね。そうね。綺麗だわ。綺麗だわ。うん。外が見えるわ。いいわ。窓の上からなんかさ、鳥の糞みたいなのが見えた。そうそうそう。なんだろうなっていう鳥の糞よね、うん。でも確かに。鳥の糞だよね。うんうん。ふんふんふふん。違うでしょ。これ見てもらう。ん？何が？なんかいっぱいあるぞ。そうなの。今度はね、自分のお気に入りの場所を見つけましょうっていうことなんですよ。はいはい。それでこのブクブクなんか下から出てるけど。本当だ。泡が出てる。この下もなんかこうスペースがあると。すごい。うんうん。で、あ、なんかお宝があるあそこに。ね。それでですよ。うん、それでね、ここを見ると「How to get back here」っていうのが書いてあって、うん、どうやったらここに戻ってこられるかなっていう、今ちょっとカメラさんがせっかく撮ってくださってるので待ってましょうね。そうでね、これほら「リターンティケット」って書いてあるんでしょ、はい、でここをクリックすると、うん、ここのランドマークがもらえるんですね、うん、で結局そのランドマークの使い方の勉強にもなってるの。なるほど、うん、だからまだいっぱい学ぶことがあるから、とりあえずここに帰ってくるランドマークをあげるけど、うん、自分でいろんなとこ自由なところに行って見てきなさいっていうふうに言ってるのね。で、それでこちらの方の、うん、に見ていただくと、うん、上の方に黄色い字でソーシャル&チャットゲームスエクスプロレーションアート&ファッションミュージック&ステージって書いてあるでしょ。そうするとそういったものに関連する場所の紹介があるんですよ。でランドマークはもらえるんだね、そこでも、うん、だから実際にそこでランドマークをもらって自分でそこにどんなとこかなって見に行ってきて、そしてさっきもらったランドマークでまたここに戻ってきてまたお勉強したりとかあとするのもいいんじゃないかなって。素敵 ね。それで例えばそうそう、うん、ロールプレイとかゲームスとかこういう細かいセクションになっていて、この奥のところのこのボタンで、うん、ここにセカンドライフに住んでる人たちはそれについてどんな風に言ってるかなっていうノートカードが来るんですよ。だから評判とかね、どうやって遊んでるか、どんなもんですよっていう解説のノートが来るの。だから楽しいところを自分がなんていうのかな、セカンドライフに来てみんな何をしたいかそれぞれ違うわけだから、こういったものの中から自分の好きなところを見つけてみてくださいねっていうことですね、うん、でまたここに戻ってきたらまた次行きますよっていうことで、今度また行かないね。あ、そこへだってタシムですもん。あ、そうかそうか。例えばそこに SLTV が入ってるとしたら、うん、セカンドライフの中のテレビ局の SLTV っていうのはこういうとこですよって、例えばランドマークがそこに入ってたら行ってみようと思う人はそこに行くわけですよ、うん、そういう紹介です。なるほどな、うん、だからそこに行ったらまたここに戻ってきてっていう、うん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 、でまたこっちに行きましょうっていう、はい、こちらですね。今度は外に出て、うん、実はですねここね、まだね、うん、構築中のようなので、うん、これから先の施設をまだ作ってる途中なんですね、うん、で、
だからちょっと今そばに行っても稼働してないんですけれども、うん、今後できるものがここのまずこの白い建物が、うん、あのコンバットね、うん、SL 内でコンバットはどういうふうにするのかっていう、で例えばこの場合だったら多分刀みたいのをもらってそこで実際に振ってみることもできるようになるようなんですね、うん、将来的に。ああ、なるほどね、うん、そっちに行かないわよ今日は。はい、行かないわよ行かないわよ。どこに行ったの？え、まだここに立ってままよ、進んでないわよ。あ、そうなの、うん、戻ってきてください。そっち行くとほら、あのシークレット設定がしっかり、クリアが見えないんだよ。そう、うん、シークレット設定してある方に行っちゃうと見えなくなっちゃって、はい、はい、だからそこで練習している人の姿は見ることができないので、うん、まあ、プライバシーが保たれて、まあ、ありがたいといえばありがたいでしょ、うん、下手っぴーなとこは見られないで済むからね。そう、なんとなく嫌じゃない、なんかこう初心者でなんかできないときに、うん、ね、で今度ここ、今度ここではまだできてないんですけれども、はい、あの物を買うときの練習ね、ショッピング、そう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 、だからここで物を買うにはっていう練習ができるようになる場所ですね今後。なるほどな、うん、そう、なんかこうただ普通にフリービーを配ってるだけじゃなくて、なんかこう物を買う練習をしながらっていうところが面白いところですよね。ここでオブジェクトを買ってみましょうっていうことと、それから買ったオブジェクトをレズしてどうやって中身を出すかっていう、そうだね、最初の頃はあれだね、あの箱を買っちゃうよね、いっぱいいたよね、そうね、いま、うん、だにやるわよね、箱なのかなのかちょっと分かんなくなっちゃったりとかする時ありますもんね、うん、あるね。でもよくできてるね。ね、さすがですよね、すごいな、うんうんうん、はい、一個一個がちゃんとしてるよね。ね、いい感じ、一個一個ちゃんとしてる、意識臭くないよね。確かにね、うん、そうですね、はい、ではですね、ここから次のところに上に上がっていってみたいと思います。このこ、ね、みんなここにせ、あの動作がね、こうまくなってるから、コントロールがこういう細いところ上がっていってもみんな落ちなくなったような形が、ここに何よりね、先輩だ、先輩にダメ、落ちそうっていうのおかしい。でこちらに来てください。はい。じゃあここではね、はい、近くにいる人に、うん、IM を送ってみましょうっていう練習のとこなの。素敵じゃない？なるほど。インスタントメッセージ。そう、うん。だけどそれをね、あの近くの人にプライベートメッセージを送ってみようって書いてあるの。うん。ね。だからインスタントメッセージというのはプライベートメッセージですよね、確かに。ローカルチャット。じゃないわけだから、うん、だからそれの練習をしてみましょうっていうことで、あともう一つですね、うん、あのフレを送るにはどうしたらいいかっていう説明も出ています。あ、なるほど、うん、だからあのセカンドライフ内で友達を作るのにはどうしたらいいかなっていうフレの申請の仕方のボタンと、うん、でもし相手にフレを送られた時にはこうやって OK するんですよっていう説明も出ていますね。絵だから分かりやすいよね。うん。うん。分かりやすい。ね。誰でも分かる感じがいいんじゃない？なんか景色が全然綺麗だね。ね、うん。うん。で、ここね、ぐるっと戻ってですね、あの、階段から、この上に出てみたいと思います。こっち。はしご登るの？これね、はしご登らないで平気よ。クリックで登れるから、心配しないで大丈夫よ。私が昔よく何度も落ちました。はい、自動で上がりますから。はい、お、本当だ。椅子マークが出るんだね。そうなのね。うん。だから、ちょうど一人ずつだけど、ちょうど、え、寝た。寝た。よいしょ。ちゃんと登るアニメがあるのね。はい。ということで、ここ屋上なんですけれども、ここから外に出て海賊船があるのでそっちに行ってみたいと思います。はい、海賊船、そう、こっちか、ワクワク、ね、なんかね、海賊船っていいよね、いいよね、ロマンがあるかしら。あ、これか、そうなの、
で、これがだから将来的にはどうやって使われるようになるのかまだわからないんですけど、うんうん、で奥の方、あんまり奥の方には行けないんですよ。これもうシム坂になっちゃってるので、うんうんうん、なのでここからちょっと上の方に登って、でそこでエンディングにしたいと思います。そろそろ、ね、カリブの海賊が勢ぞろいとか、あどうなんでしょうね、うん、これさすごいよね。見た方がいいよね、あの全体が映るからね。できすごい座った、うん、できるよこれすごい、うん、すごいすごい、イエーイ、大砲ちゃうの、あらららら、すごいすごい、うん、それ楽しそう。あ、撃てた、あ、撃てた、撃てるんだこれ、やったー、面白い、やったそうなんだ、こういうのは触ってしまうね、あ面白い、もう一回だって、もう一回、イエーイ、おおすごい、もう一回すごい心選手みたい、もう一回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 面白い、っていう風に楽しく遊んでいるうちにそろそろ時間になってしまうんですけれども、そうです、いい時間ですね。そう、どう、楽しくなかった？楽しい、時間も早いね、楽しい、楽しい。じゃあアリン先輩いかがでしたか？昔と比べてもう全然違うねもう昔とてもチャチくて、うんうん、本当になんていうか建物の中を抜けてくるだけっていう感じだったから、うん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 、とりあえず通路を進んでまっすぐ歩いたりとか、うん、こう壁を登って向こう側に降りないと出られないとかね、それを出られなくてね、本当に飛ばないと、そこを飛び越えないと向こうに行けなくて、四苦八苦した覚えがある、狭苦しくてね。あ、そうかそうかそうか、それだけで 3D 用意したのを覚えてます。あ、なるほどね、うん、私も、うん、狭いね、リンデンのね、私はあの普通の、うん、何、一番本当の公式の何、まあうん、ある意味一番つまんないっていうかあのオリエンテーションアイランドで生まれたので、うん、本当になんかね、うん、なんだここみたいな感じでしたね、うん、そうだよね、そうそうそう、でなんかそこのところに走ってる動物の上をなんかこうわざとこう引いて通るみたいな練習したりとか、ネズミだったっけなんか、そんな、あ、乗り物の練習するのよ。あ、それはなかったな、うん、そんなのがありましたね。たけるくんまだ打ってる、うん、まだ打ってるね、まだ打ってる、たけるくんらしい、たけるくんはどうでしたか。やっぱりね、うん、初める人も、うん、これぐらい素敵な感じのやつから始めると、うん、いいね。なんか楽しいですよね。うん、そう、ワクワクしながら、うん、こうできるところがすごくいいなって思いますね。それはね、すごい素敵、うん。そうですよね。だからこれから、聞いた話では、うん、そこから抜けられなくてやめたって人いたよ。あとね、オリエンテーションアイランドイコールセカンドライフだと思った人がずいぶんいたみたい。オリエンテーションアイランドに行くはずなのに、変なジャングルみたいなところに降ろされてそうなんだ、人っこっちり来なくて一歩も歩けなくて、それで1年半やめたってやついたぜ。あー、そうか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 、うん、そうよね、あとジェットシティだなんか最初はなんか何だったっけ、グラブかなんかでちゃんと、うん、そうそうそう、しなかったって言ってますよね。歩けなくて、一歩も歩けなくて、ただこう、うん、振り向いたりするだけしかできなくて、振り向くだけ、で周りジャングルで誰も来なくて、うんうん、こんな面白くないゲームやってられるかって1年半気にしなかったんで人に聞こうとは思わなかったんだろうか。だって人がいないんだもん。あ、そうだな。どこ行っちゃった。誰もいないんだもん。そうだよね。ね、まあね。ああ、なるほどね。まあ、初めてすぐに何全裸になってしまって、ビッグシックに違反してしまった、もうダメだと思って、そこをオフラインした人もいます、だって。あ、それはディレクターだそうです。なんで全裸になるのかよくわかんないけど。おかしい、うん、なるほどね。テレポートが分からなくて必死で出口探したとか、
こげさん。いや、私なんか自分の顔が見たくて見たくて、うん、どうやって自分の顔を見るんですかって聞いたもん。あ、そっかそっか。だって最初まっすぐ歩いてると自分の頭しか見えないでしょ。あ、そうよね。確かにその後ろ姿しか見えないもんね。あの、オリエンテーションアイランドっていうのは本当に初めて来た人がいるんだけど、そこから一回外の島に出ちゃうともう二度とそこに戻れないんですよ。あ、二度と戻れないところに行っちゃったんですね。だからね、だから二度と戻れないんだけど、その当時っていうのはあのセカンドライフメンターっていう資格だけをもらうと、リンデンさんがその人たちをそこのオリエンテーションアイランドまで戻してくれたんですよ。だから私はそこのところで日本人の人たちのサポートをしてましたね。だからもう、半年から1年近く経つアバッター以上の人でサポートできる人は、その初心者がしか来ないところに行ってサポートするっていう、なんていうのかな、そういうシステムがあったんですよ昔。へえ、うん、もうなくなっちゃいましたけどね。うん、私はあれだね、やっぱりあの自分がオリエンテーションアイランドっていうか、あのところから出てきて助けられて、だから初心者支援グループをその人と2人で始めて、あ、そう言ってたの、藤山電車っていうのをやってて、週末になると、あの初心者集めて、その、教えてあげてたの、買い物に行ったりとか、そうそう、で、自分たちのグループの土地を開放してとかね、もちろん着替え方とか、そのランドマークの取り方とか、いろんなことをしてたよ。なるほどね。いろんな、あの、まあ、ここでは言えない話も、こういう時はどうするんですかっていうのも、ちゃんと答えてあげたので。どういうこと？どういうこと？どういうこと？まあ、いろいろですよ。なんだ？真面目に答えてあげましたよ、そういう時はね、みたいな。ほら、ディレクターが、ボールとか装着物とかってね。そうそう、そういうのはこういうとこで買ってきて、ただでもあるから、みたいなね。なるほど。ただでもあるから、あるから。なるほどね。みんなね、昔の話はね、まあ、つきませんけれど。そうそう、はい、ここだと本当に楽しくね、学べて遊べていいんじゃないかなと思いますので、まあ、初心者じゃない皆さんも来ても楽しいんじゃないかなと思いますよ。はい、まだね、構築して完璧に出来上がってるわけじゃないので、あの、今後の展開を楽しみに待ってみたいなとも思っています。そうですね、はいはい、というわけで、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。ですね、来週は、サバイバルモードとなりますが、再来週はまた皆様に素敵な島をご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみなさってくださいね。はい、Thank you very much for watching everybody and looking forward to seeing you next week. じゃあ、おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。世界は二人を引き離して会いたくて会えない日々を数えて平気なふりして笑ってみせるけど切なくて切ないこと甘すぎて
ことを